瀬戸にもインターネット放送局を作ろううという仲間が出てきました瀬戸には瀬戸ちゃんというキャラクターとそれから藤四郎くんというキャラクターがーかわいいキャラクターがいたので例えば瀬戸ちゃんは外から瀬戸に来てくれる観光に来る人用のコンテンツが入っていると藤四郎くんは瀬戸に住んでる人の生活便利帳があそこに つながっていると1、えー、つの QR コードからいくつかのカテゴリーに分けてそこに複数のお店だとかあ情報が入るわけですから例えば瀬戸ちゃんの方には「瀬戸に来てね」えー、一番が観光ガイドで、えー、見どころのあるところを写真を見せる動画を見せることもあるんですね。えー、特に瀬戸には陶芸のの作家さんがいるので できれば陶芸の作家さんの写真をスライドショーで見せながら作家さん自らが工房でお話をしてもらうと例えば陶器のお店もいくつかあるのでうちはこういうテーマで陶器を揃えてますっていうのもあってもいいのかなとどうせ瀬戸まで来たら何かを食べたいなと有名なうなぎ屋さんもありますけど他にもたくさん えー、ここには、美味しいお店もありますそして、えー、できればそこに通販で商品を買ってほしい人たちはあ通販サイト、えー、例えば農業の人だったら無農薬で、えー、こんな商品、えー、作物が取れましたよっていうのをアップしてもらう、えー、それから、えー、体験コースとか <coughs>、アミューズメントの場所もあるかもしれません。まあ ドライブマップみたいなもんですねこんなものが一つの QR コードからあ訪問してくれる人たちに提供できたらあいかがかと思いますそしてトウシロ君の方は例えば瀬戸市にもスーパーマーケットはたくさんあります今日の特特情報があ店長からもしくはあーコーナーの担当者からあ今日はあ こんないい魚が入ったから来てちょうだいとかねっていうのが今今日日の情報が発信でできたらいいですよね。そして瀬戸のお店もキャンペーンをやったりバーゲンをやったりするので今週のバーゲン情報来週のバーゲン情報っていうのもそこにリンクを貼るだけで済むわけですねテイクアウト情報パートアルバイト情報学習塾の案内お稽古こんなことも動画で えー、案内することによって、えー、雰囲気が手に取るように分かる,分かるわけですね、えー、美容室もそうですし、えー、ブティックなんかも装うというところに入るでしょう、えー、賃貸情報なんかもお今、えー、テレワークで、えー、名古屋から移住してくれる人がいてもいいわけですからそんな情報もあったらいいかなと今補助金だとかいろんなことがありますからあそれを代出してくれる 業のネットワークそれから一番肝心なのは区役所さんそして市役所さんそれから警察消防保健所からの地域の情報こんなのもこの桃志郎君のサイトから峰忠いかがかと考えてみてて TV セトというのを有志で立ち上げる準備をしております。